お、あ、お、あ。ライト君、幽霊の夢を毎日見るの？そうなの？ママが抱っこして寝てもさ、見ちゃうの？好きなアニメを見てからでも、好きなね、シンカリオンとかを見てからで寝ても見ちゃうんだよね。もうどうしたらいいんだろうね。ねえ、幽霊の夢毎日どんな感じの見るの？歯が伸びているの。あ、歯が伸びている何、幽霊？それって呪術廻戦のリカちゃんみたいな？え、あのリカちゃんが夢の中出てくるの毎日？ちょっと怖いな、それさすがに。ママでも怖いよ、ちょっと。どうすんの？夢の中でそのリカちゃんに会ったらさ、何してんの？戦っているの。戦ってるの、リカちゃんと？どうやって戦ってるの？教えて。こうやって刀で戦ってるの？じゃあやってみて。どんな風に幽霊で戦ってんのかな、リカちゃんと。教えて。わかった。すごいじゃん。コナン、鬼滅の刃じゃん。ね。そうだよね。母ちゃんね、煉獄さんになりたかったんだ。あ、煉獄さんになりたかったの？うん。まあ、幽霊は鬼みたいな感じか。そうなんだ。ねえ、毎日リカちゃんが出てくんの？それとも違う幽霊も出てくんの？違う幽霊でも出てくんの？どんな幽霊？あのね、目がさ、伸びている。目が伸びているってどういうことだよ。気持ち悪い。本当に見るの？目が伸びている幽霊って、なんかこんなひょこ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 目が伸びてるの？やだ、目が落ちちゃいそうな。気持ち悪いね。それ、ん？それね、母ちゃんがね、あのね、剣でさ、切ったりしなきゃならない。あ、そうなの？どんな風に切ってるの？教えて。あたった。どこに向かって。お、シャッキーン。そんな感じでいいの？うん。あ、目玉切っちゃうんだ。あ、そうなんだ。その、なんかビヨンビヨンとしてる目玉を切っちゃうの。でもね、切ってるとね、またね、うん、さあ、うん、目が伸びるんだ。目が伸びるって、そりゃ植物かよ。植物かって。なんなん、もう嫌だね、気持ち悪いね。そうなの。今どう？昨日見た？昨日も幽霊の夢見た？どんな夢だった？あのね、うん、さあ、うん、鬼滅の刃の鬼っていっぱいいるけど、どんな鬼？さあ、うん、機関車に乗ってる。あ、M？ あの女の子みたいな可愛い M が出てきちゃうの。で、どうすんの？でさ、母ちゃんさ、煉獄さんにさ、母ちゃん、煉獄さんになってからさ、うん、無電電車を乗ってさ、うん、すぐさ、幽霊にさ、出てくるの。あ、幽霊なの？それ鬼じゃないんだ。 M って幽霊なんだ。あ、カイトが煉獄さんになって幽霊を倒すんだ。 M の幽霊を。へえ、どんな感じに倒してんの？どこに向かって。あー、いいねー。どんな感じ？いくよ。うん、まずね、お顔を切る。あー、お顔を切るのね。よーか、そっか。いくよ。お顔の肩。あー、チキ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 。もう完全に鬼滅の刃に影響されすぎじゃない？もうあんまり夢の中出てきちゃうから見ない方がいいんじゃない？ああいう怖いの、うん、見たいの？みたいな。すごい落ち込んでない、カイさん。カイさん、すごい落ち込んでない？落ち込んでいる。落ち込んでいる？
あとなんかどんな湯が出てくるの？あのね、目がね、1個があるの。目1個って、いや気持ち悪いな。まあそういうのはなんかお化け屋敷あるあるだよね。ね。それもかいちゃん全部幽霊を倒さなきゃならない。倒さなきゃならないの？じゃあ倒してみて。当たった。結構それは強いっすな。でもそれは母ちゃんね、母ちゃんが負けちゃうんだ。負けちゃう時もあんの？負けちゃう時どうなるの？母ちゃん幽霊に食べられちゃう。やだー、食べられちゃってどうするの？その後どうするの？そったらね、誰も助けてくれる。そんなー。そこで夢が覚めるとかなの？いつも。そっかそっか。ねえ、そこで起きちゃうんだ。いやー怖いね。ママ助けに行きたいんだけど、さすがにカイトの夢の中まで入り込めないからさ。誰か助けに来てくれるの？ねえ、ママが抱っこするぐらいしかできないよ。ねえ、でも口からね、母ちゃんたちがどうやって出てくるの？いや、そこまで私知らないですよ。カイトの夢の中わかんないから。ねえ、ママカイトの夢の中入ったことないしさ。ねえ。そっか、そんだけやっても食べられちゃう時もあるんだ。ねえ、怖いね。食べられちゃったら刀は効かないの？効かないの。そんな。じゃあさ、もしさ、また夢の中でね、幽霊に会ってさ、口の中吐いちゃった時にさ、できることなんか練習しとこう。うん、うん、何ができる？それは僕に任せて。うん、ちょっと今外しましたね。もう一回やるか。もう一回やる。ミスったね。おー、いくよ。うん、カチ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 。あ、そう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 、いいね。これは食べ上げても効きそうですか？うん、ねえ。じゃあさ、他にも幽霊の夢を見てさ、怖がってるさ、お友達もいるかもしれないから、そういう子たちに向けてなんかアドバイス、ない？あるよ。教えて。母ちゃんがさ、あのね、誰かをさ、幽霊に会ったらさ、母ちゃんを助けに来るの。赤いとか助けに来てくれるの？うん、あの、走って。走って？うん。ね。危ないって。危ないって？そっか。もしもしね、お友達がね、カイトと同じくね、あの、夢の中でさ、幽霊に会っちゃったらさ、どうしたらいいかな、お友達。お友達さ、あの、刀が持っていないから、母ちゃんはね、さ、刀持っているからさ、うん、幽霊を倒すの。倒す？倒しにその子の夢の中まで来てくれんの？あ、そっか。じゃあみんなにはさ、もし夢の中で幽霊になっちゃったらね、カイトくんを待っててねって、ね、言ってごらん。うん、待っててね。待っててね、そうだけかい、それだけかい。それで終わり。じゃあカイちゃん最後はかっこよく。キーン。よしよーし。お、それまで使うんだ。それまで使うの。すごい、いいね。ねー。あとね、二つにさ、剣持つんだ。あー、二つに二刀流？伊之助じゃん。夢の中で持つんだ。うん。うん、それはね、伊之助になる。うん。ねえ。ねえ。かけもさ、うん、伊之助さ、二つさ、肩持っているのかいちゃん、なりたいな。なりたい？うん。ちょっとさ、持ってくる？持ってきて。うん、これです。これ
え、何これ、え、てめえ、これ何クリさん、これ何ですか、刀じゃないじゃん、これ。でも、刀じゃなくてもさ、倒せるの。それ、鯉のぼりの棒じゃない鯉のぼりの棒でも倒せるの。へぇ、やってみて、やってみて。これ完全鯉のぼりじゃん。これで。あ、もうもっと手が違くないっすか。あ、いいかいいか。あ、そっちを歯にしてるのね。うん、なるほどね。深海魚みたいな感じにしていたと思う。そうなの。カエデちゃんで。もし夢の中で幽霊に会ったら、カエデちゃんに呼んでね。うん、チャンネル登録もよろしくね。チャンネル登録お願いします。はい、じゃあカエタチャンネルでした。みんなバイバイ。よしよしよし。